はい、皆さんこんばんは。今日は5月の26日、現在の腐敗した政治、行政、社会教育の現況に徹底した調査を行い、各所に強制を求めるとともに、市民の皆さんにはその事実と真相の違いを広報する活動に邁進いたしております。おなじみの赤い車、ミヤリ番東大阪、狼少年ならぬ狼親父の声、今晩も届けてまいりましょう。皆さんこんばんは。さあ、全国的にこの自主規制が解除されて、さあそれにしてもね、何かこの急に解除されたということでね、私たち国民のね、タガが外れたんではないかなと気づいたのはね、今日ね、多くの人がね、マスクをつけていないんですね。ということは、自分の周りにこのコロナウイルスに感染した人がいないというね、この安心感と、そして危機感ですね。この安心感の方が、あ、解除になったと。ね。そして、今日も、しかしね、二十数人ですか、全国では30人近いね、感染者が発表されているのにもかかわらずね、自分の周りにそのような感染者がいない。さあ、いても発表されないのでね、本当の身近な人でないと知ることは、知れることはできませんね。そして、その私がね、毎日、危惧しているこの私たち政治家を筆頭としてね、職員によるこの危機管理の本当にね、人間の危機管理としたその危機の欠落ですね。自分たちに降りかかるそのような大きな災害ね、昨日最後に安倍総理が昨年ね、確か9月でしたね、台風19号20号ね、そして10月の記者会見において安倍総理が71箇所のうちの144箇所で川が決壊して200人ほどのね、国民の尊き命が失われたわけなんですね。そして、それを見た安倍総理は、ため池や河川の整備において、国民の命と財産を守るため、安全で安心できる国づくりに邁進してまいります。このように、記者会見で広報したんですね。さあ、昨日もね、最後の方に私が話しましたが、この安全というね、要するに基本的にはね、道徳心の当たり前ですね。この当たり前が私がいつもできないと言っていますね。一番簡単な当たり前が私たち人間にはね、本当に難しいんですね。誰でもできるだろうということがね、ついついおろそかになって、当たり前ができないから子供たちね、学校で幼稚園の時からね、食事の前には手を洗いましょう。ね、廊下は静かに歩きましょう。そして教室に入ったら整理整頓。朝は挨拶をしっかりした声で挨拶しましょうとか、そういうね、本当に一度聞いたらね、小さい頃から何度も聞いて、あ、それは当たり前だと思うことがね、なかなかね、人には、人間にはできない。ですから大学生になっても学校でね、整理整頓ね、そのようなことが書いてあるわけなんですね。分かっていてるもうそれが守られないというのが本当に私たちの
人間の行うことなんですね。そして安倍総理が言った安全、この安全という言葉はね、お医者さんは絶対に使わないのではないかなという話も聞いたことがあるんですね。と言いますのは、安全というのはどのような災害にもどのような事故も起こらない。ね、例えば役所でね、いろんな課がありますね。生活安全課とか、ね、そして環境課、森林課、ね、さまざまなね、役所に行ったら課がありますね。その中においてね、環境保全というね、環境保全課というね、課をある役所があるんですね。まあ、市町村によって違いますよ。ね、環境課というところの中にも様々な部類があってね、森林課とか砂防課とかいろいろあるんですが、この環境保全というね、バッジをつけている課があるとこね、私がね、今から22、23年前ですかね、高槻の役所でね、そのバッジをつけて、名札ですね、その課のバッジをつけている職員と面談したことがあるんですね。その職員のね、胸には、環境保全課といって書いてあったんですね。さあ皆さん、環境保全ということはね、そのままで守るっていう、日本語で略したらそうですね。環境保全課ということは、ね、例えばその現在の生活において、ね、本当の平和なそのままの形を維持していく。ね、そのまま守って保つ、ね、全体的に保つっていうことなんですね。しかしこの時にもね、産業廃棄物の不法投棄でね、この環境保全課の課長と面談したわけなんですね。そこも同じく高槻のあの京都の亀岡に抜けるね、道路のね、ところで自分の山だと言ってね、木を伐採して、ね、谷ですから、そこを木を伐採してね、そして、さまざまな産業廃棄物をね、投棄して、無料と違いますね。産業廃棄物は、皆さんね、建築屋の皆さんは、ね、産廃を掘るところがない。ね、宿泊して、1000円でも安いところを探して、ね、そして、そこまでダンプカーで持っていく。ね、そして、その業者は、自分の山、ね、2、3人が持っている山をね、山といっても谷ですね。谷を買って、そこに産廃を入れてね、そして埋めていったんですね。これはね、本当に、確かに、大久保っていうね、谷の下にはね、完成な田んぼがあるんですね。その上にね、何軒かは、ね、会社がね、資材置き場の会社ですね。例えば今、ね、ビルの解体の足場の会社とかね、パイプで、昔はね、あのような高い建物はありませんから、ね、木の丸太でね、すべて足場を組んでいっとったわけですね。現在は、本当にね、小さな解体工事とか、ね、まあ2階建てのね、一軒家を解体するときぐらいにね、その木の丸太を使うところをたまに見ますね。しかし現在は全てあの鉄パイプで組まれている足場ですね。このようなね、専属でその会社ね、そういうパイプの足場をね、リースする会社がそういう山の上にね、山を開発して、そこへ工場を建ててね、そしてそこからね、あちらこちらへのそのリースのね、足場をね、配送していると。その横にね、谷があったところをね、その高槻の業者はね、産廃を入れてね、壮大な、そこもね、甲子園球場ぐらいのね、
広さあったんですね。ほとんどがね、もう埋められて、ね、ほとんどあとね、3ヶ月か4ヶ月ぐらいで全てね、上も舗装できるなというぐらいまでね、埋められとったわけなんですね。そこに、私に向こうの高槻の人からね、実はね、山の上で不法にね、参拝をね、ダンプカーがバン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 走って、そしてずっとね、2、3年前から捨ててやっとるんですよ。ね、なんとかなりませんかと言われたんで、私が出向いていってね、そして高槻のね、その森林ですね、産業廃棄物対策課、ここにね、面談行った時に、その環境保全課っていうね、課長と面談した時に、その初めてそのようなね、名札をつけた課があってね、そこが担当していたんですね。東電高槻市はまだね、中核政令都市ではありませんでしたから、平成に確かね、9年10年でしたね。ね、その自分からここはね、次から次へと朝の早くからね、ダンプカーが行ってね、そして産業廃棄物を投入していたね。そして壮大な上からね、要するに谷をね、埋めていって、もう何万台ですね、ダンプカーが行って捨てていた、埋め切っていた。そういうところで私が調査に入ったところがね、この森林法とかね、砂防法というのは水路がありますからね、源泉ですね、山の上から流れてくるね。例えば今日ね、私がね、東大阪を回っていてね、生駒の源泉、これね、いつも言ってお話してますね。淀川、大和川、石川、木津川、宇治川、桂川、ね、鴨川。これは一級河川と言われていますね。この東大阪にも一級河川のね、第二寝屋川っていうのがあるんですね。そして、この川はね、生駒の水源になっているわけなんですね。そしてそこに合流しているのが、大和川からの用水路で来た恩治川っていうのがあるんですね。これは、生駒の山系からね、水が流れてきて、そしてだん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 大きな東大阪のね、要するに昔の河内の平野ですね、そこに行った時に第二寝屋川として名前が変わってくるが、ところがね、皆さんね、一級河川といえばね、誰でもね、ものすごく大きな川を想像されるでしょ。そうではないんですね。源泉のところはね、国の指定する一級河川なんですね。今日ね、写真をお見せしますね。その一級河川というのがね、どのようなね、河川であるかですね。どのようなところがね、川になっていくのか。ね。これがそうなんですね。この、本当にね、ああ、なるほどな、ね、これ見えるでしょうかね。この、よく見てくださいね。この画面ね、これ、上の方がね、コンクリートで擁壁があるでしょ。ね、これをね、砂防ダムって言うんですね。この横に、細い溝が流れていますね。上の幅が2メートルぐらい、深さがね、2メートルぐらいなんですね。この上から流れてきている、その上に、ね、コンクリートの擁壁がありますね。これが砂防ダムなんですね。これが生駒のね、上に、から流れてくる源泉なんですね。これを、このようなね、流れの中においてね、これならよく見えるんじゃないでしょうかね。これがそうなんですね。源泉ね。これ一級河川なんですよ。これが生駒から流れてくるね、水のね、流れる水路なんですね。これが一級河川なんですよ。ね。このようにして、この一級河川というのはね、
このね、流れる川ね、二箇所ね、今日取ってきたんですけどね、この中において、ね、もう一箇所がそうですね、こっちの方ね、上の擁壁がよくわかりますね。これがね、一級河川、本当にね、山の源水というのは川となればね、これが一級河川、国の指定する、この上は生駒は国定公園になったんですね。国定公園とは国の公園管理するね、生駒の山の国定公園というね、全国には国の持ち物の山ですね、国有林というんですね。この中からね、このように水が流れていって、そして川、最初はね、そうですね、小さな川であってもだん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 ね、下に行ったらいろんなところから水が流れてきますから、川はだん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 大きくなっていく。ね、この環境っていうものを常にそれを維持するとね、そうしてどのような時でもこの大雨が降ってもね、絶対に被害が出ないようなね、長年それを管理して近隣住民やね、人たちの守るためにね、安全なね、保全というね、これが守られる。しかし環境破壊というね、こういう言葉もよくありますね。この環境破壊を取り締まるのが現在のその各市町村のね、産業廃棄物対策課とか森林課、砂防課。砂防課っていうのはね、例えば農水のね、田んぼ畑に使う水の源泉ですね。昔そうでしょ、よくね、歴史の本を読んだらね、百姓同士がね、田んぼに水を引くのにね、隣村とね、こちらの村でね、そして下にあるね、百姓さんは神のある方がね、その水路を止めてやったら下の方は田植えができませんね。そういうことで水の取り合いになってね、本当に百姓同士がね、殺し合いまでしたね、そういう水の争いなんですね。これはね、私がいつも言っていますようにね、水と空気と光、これは私たちね、動物、人間、植物にまんべんなくね、与えられているね、個々一人一人に、またさまざまな木々にもね、自然が与えてくれている水と空気と光なんですね。しかし現在はどうですか？ね、この水と空気と光をね、我が物にしようとしたときに必ず争いが起こる。そうですね。現在そうですね。大きく言われたらね、環境保全が次から次へと侵害されていってますね。どのようになってるか言ったら、ビルが建っていく、マンションが建っていく。そうしたら隣の一軒家はね、朝日が当たらなくなる。日照権の問題だ。ね、日が当たらない。この日照権をどうしてくれるんだ。ね、そして隣にはね、工場が建った。工場からね、さまざまな埃がする。ね、または煙が出ている。ね、この空気を汚しているではないか。ね、以前は自分たちの住んでいるところはそうではなかった。ね、ですから、この空気と光とね、自分たちのね、住んでいる三つの水、ね、これを汚すことによって、様々なトラブルが発生する。これが今の世の中ですね。ですから私がいつも言っているように、このね、例えは悪いですが、この地球上から、人間が消えたら、本当のね、
自然がそのまま、ね、残るであろう。ね、この歴史を何万年、何億万年とかよく言われますね。しかし、それは歴史家が、ね、それを勉強して、今、私たちに警笛を鳴らしてくれている地球温暖化ですね。全世界の、ね、学者がこのようなことをしていって、企業でこのようなことをやっていったら、自然破壊をしていったら、私たち人間が自分たちの首を絞めているようなもんだ。この警笛なんですね。昨日も話した、ね、この夏にどれほどの大雨が降るんかな。昔ですと、ね、今日も夕方ね、ちょっと雨降っていましたね。そうした場合に、昔は、少々暑くても雨が降ったらね、本当に、ああ、ひんやりした風が来るな、と、真夏でもそうだったんですね。我々は田舎で育ちましたから、ね、要するに夕立というのが来たら、ね、本当にその夕立が上がったら、爽やかな風がスーッと吹いてきていたんですね。しかし今の都会ではそうではありませんね。ね、夕立が来て上がったら、ね、なんと今度そのアスファルトの厚さが蒸し返していて、なおさらムシムシしてくる。ね、そのような異常な環境になっている。ね、そしてこの安全性を守るっていうことは、今の現代においてね、ほとんどね、安全という言葉はね、死後に親しい人、ね、等しいじゃないかないうぐらい、守ることが難しいなんですね。それを安倍総理は、ね、簡単に今の政治家は、安全で安心した生活のできる、ね、国づくり、安全で安心した。ね。安全を作るのは当然国ですね。安心を、安全を作ってもらって、安心を我々国民に与えてもらう。そうですね。そして生活する。しかし、今の、ね、政府が安全を作っていると思われますか？昨日も言いましたね。安倍総理のあのマスク。ね。本当にあれで、安全だというね、その医療的に日本のマスクがね、なぜこの安倍マスクとアベノマスクと揶揄されるね、あのマスクよりも2センチ大きいのか。ね、これはただ素人が作ってこのくらいだろうって言って決めたんじゃないと思うんですね。医学的にね、この長さでやったら、ね、ほとんどの人間というものにはこのくらいでしたら隙間もね、ほとんど口も隠れて鼻も隠れて、ね、ここにワイヤーを入れたらなるべくならね、さまざまな菌は防御できるであろう、ね、しかし安倍総理がせっかくね、国民に配布したあのマスクはね、その医療から見てね、これが、ね、ディスマークっていうのありますね。工業規格のディスマーク。あれがもしね、このマスクにつけられるとしたら、あの安倍総理が厚生労働省を通してやったあのマスクね、ディスマークがつくと思われますか？ね。工業規格の日本のディスマークっていうのはね、よくありますね。工具でもそうですね。私もね、若い頃ね、集団就職でね、金型に就職していましたからね、ちょっとうろ覚えであるんですけどもね、一番のね、工具で世界一、ね、高くて立派な工具はどこの工具かといったらね、あのスウェーデン、今からね、55年前ですよ。55、6年前。ね。大方60年近い前にね、私が、
鉄工所におるときにね、モンキーですね、モンキー、あのネジをね回すときのモンキーね、これにスウェーデンと書いてあったんですね。このわあ、こんなものが外国のね、私も初めて見たときにね、わあ、これスウェーデンって書いてるな。それを社長が教えてくれたんですね。どうもな、このスウェーデンモンキーはな、何年使ってもな、絶対に狂うことがないんだ。ね、それはなぜかと言ったら、その鉄で作ってあるそのモンキーの鉄の質がね、むちゃくちゃ高いね、本当の鉄でその工具を作っているためにね、何年使ってもね、緩んだりすることがないと教えていただいたんですね。だから高いけどもね、精密な機械を作るところのね、工具というのは最高の工具を使って物事を作っていくんや、こう教えてもらったんですね。そうですね、例えば釘にしてみてそうでしょ。市民の皆さん、あの専門の大工さんが使う釘ね、家を建てるときに専門の大工さんが使う釘はね、釘一つにしても高難で売ってるね、あの釘とね、プロが使う釘ですね、これまた違うらしいんですね。要するに最高の釘は少々をね、ハンマーで金槌でちょっとね、おかしなとこへスカタンして打っても曲がらないらしいんですね。しかし今のね、悪い鉄で作ってある釘なんかはちょっとね、おかしな打ち方をしたらぐにゃっと曲がりますね。これの違いらしいんですね。我々素人はね、最初わかりませんでしたね。打ってて金槌で釘を打っててね、おかしな方にくるっと回るとね、曲がると、そういうね、ピンから切りまであるよと言うて言われてね、言われてました。そしてそのようなね、精密なことをやるにもせよ、どうしても何でもね、1から10まであるんだね、それを保存していくね、環境をそうだとね、これを破壊していく形においてはね、自分たちの生きる世界においてね、これを守るっていうことをないがしろにしてきているのが現在のね、人間であり、そして今の生活水準ね、このコロナウイルスが蔓延してね、自粛制がかけられてね、今日そしてほとんど昨日ですかね、が全てが全国で解除になったね。しかし今日ね、走っていて本当にね、マスクをしていない人がね、たくさんいたんですね。そうした場合に、あ、この危機感がね、やっぱり一人一人の危機感が解放、ね、崩壊しているな。ね、私は車に乗っていても今ね、マスクをしていますよ。ね、そのまま降りてね、行くことがありますからね。ですからいつも言ってますね。自分の命は自分で守り、家族の命も家族で守り、それを心がけて生活しようではありませんか。今の政府が私たち、ね、国民の命を助けてくれる。学校がね、全学校が休みということはね、これ本当に、あの戦争の時でさえね、疎開はしても学校は休みではなかったはずなんですね。これを教えない、この危機感ですね。あの戦争の時でさえも疎開しても、ね、学校は行ってたはずなんですね、田舎の学校へ。ね、学校が休みだ。ね、このね、危機感の学校兵器で閉鎖して、ね、これがなぜそうだということを教えないのが今の、ね、また説明もしないのが今の国のあり方なんですね。ですから、自分の命は自分で守り、家族の命も家族で守り、それを守っていただいている医療官、ね、従事者の方、看護師さんにはね、本当に感謝しなければなりませんね。さあ、明日も自分の命を守って生きていきましょう。こんばんは。